ボンジョーノ、こんにちは。亀屋食品佐藤です。営業部の鈴木と申します。いつもありがとうございます。今日はですね、前回に引き続きですね、ワインに覚醒しつつある鈴木さんと2人でオールドヴィンテージのブルネロを垂直で飲み比べていきたいと思います。まずはですね、ワインのスペックを紹介します。作り手はポデーレラビーニャ、2005年と2007年ヴィンテージです。ブドウ品種はサンジョベーゼブルネロ 100% になります。熟成としてはオーダルで24ヶ月の熟成となっています。上代価格は5500円、納品価格は当社ウェブサイトをご覧ください。それでは試飲していきたいと思います。まずはですね、こちらの2007年の方からいきましょうか。はい、はい、なかなかね、ブルネロで2007年って。そうですね、飲めないですよね。なかなか飲めないですね。今現行だと14年か15年かって感じですね、現行ヴィンテージが。高価格帯のブルに入っていきますよね。なかなか見ないですね。イタリアってね、なんか寝かすっていう文化がないんで、ワインを。あ、そうですね。もう常に回していくっていう感じになっちゃうんで、蔵、はいはい、出しとかそういうのってなかなか見ないですよね。どうですかね、色合いは。そうですね、エッジ若干枯れている感じが。いや、若干っていうか、ありますね。枯れているニュアンスを結構感じます、見て取れますね。若干ちょっと折りが回っちゃってる感じもありますけどね。もうちょっと落ち着かしてから飲んだ方が良かったかもしれないですね。確かにそうですね。でもいい色ですね。そうですね、綺麗なレンガ色っていう感じがします、いいですね、はい。あ、いいじゃないですか、香りも、そうですね、結構熟成香がね、あ、そうですね、やっぱしますね、やっぱベリー系の香りがして、はい、そうですね、ちょっとシナモンっぽい感じもありますよね、ブルネロってね。そうですね、今日やっぱりボリュームもあって、今日パワーありますね。結構パワフルな重厚感がありますね。綺麗に熟成してるんじゃないですかね。綺麗に入ってると思いますよ。結構ちょうどいい感じですか、今の。飲み物かもしれないですね。ですか、今が、これが07ですもんね。これ07ですね。07だから、14年熟成ですね。これ以上で05いくとなんかちょっと不安が気をしてきたんですけど。どうですかね。でもこれが飲み物だから、2005はどうかな、予想だと、なんだろう、優しくなっちゃってるのかなっていう気はするけど、14年ですよ。鈴木さん、14年前に何やってました？14年前だと。俺何やったな。あ、大学生ですね。ちょうど大学生ですね。楽しかった時期ですね。次行きましょうか、はい。次が2005年ヴィンテージです。色を見比べるとどうですかね。ちょっと後であのアップで画像として写しますんで、色が濃い感じしますよね。いや、結構同じ感じに見えますよ。ただ2005年の方がオレンジがかりが強くなってる感じがしますね。やっぱ少し熟成、まあ2年、そうですね、まあだから2005年が16年熟成ってことなんで、14年熟成と16年熟成か、2年か、はい、2年で結構変わるのかって言われると、ちょっとなんともわからないところはあるけど、実際色合いのところはそこまでです。こんな変わらないかなって感じですかね。そうですね、ちょっと違いますね、感じで。やっぱね、そうですね、2005年の方がなんか若々しい感じがありますね。あ、若々しい感じします。07の方がちょっと熟成感が、熟成香はする感じがしますけどね。僕こっちの方がこう熟成している感じがあって、プラスさっき佐藤さんが言ったようなシナモンとかのそういうスパイスの香りがなんか よりいっぱい感じるというか、少し香りから果実味はちょっと感じられる感じがしますね。そうですね、果実味ちょっとありますね。ああ、全然結構しっかりしてますね。まだ全然こっちの方が果実味がある。確かにね、若々しい感じがしますね、やっぱね。そうですね、びっくり。ジューシーな結構果実味感を感じますね。ありますよね、なんか2005の方がなんか果実味がまだありますね、香り結構複雑なのは僕はこの2005年の方かなとも思ったんですけど、2005も2007も、はい、トスカーナ、ブルネロはいい
年なんですよね。あ、悪くない、全然いい年です。あ、両方当たる年なんで、まあ、だから飲めるんでしょうけど、ね、ああトスカーナって言ったら料理なんですかね、トスカーナではやっぱり、まあ、前菜はねサラミとかハムとか、はい、まあ、そういうのが結構、うん、あのフィノッキョの効いたね、ああいいですね、あれありますよ ね, ね、うん、とかメインだと、まあ、ビステッカ、フィオレンティーナ、フィオレンティーナじゃないですか、やっぱティーボンステーキとか、うん、あ、そうですね、が多いですイメージありますよね、うん、まあ、そういうのと合わせて食べたいですね、うん、そうですね、うん、すごくしっかりしてて、うん、酸も綺麗だし、うん、タニも2005年のがタニもあるかな、どうですかね、僕もちょっとそう感じましたね、うん、実は私はね、あの2007年、もう美味しいと思うんですけど、2007はなんかちょっとちょうど飲み頃みたいな感じなんですよね、うん、2005年みたいにちょっとまだ果実味があったりとか酸が強かったりとかタニンが強かったりとか、それちょっと飲み頃のちょっと一歩手前の若い時に飲むイタリアワインってすごく好きなんですよね、あ、うん、美味しいなと思います。なんかまだ決して若くないんですけどね、若くはないですね、そうですね、これは在庫自体はどうなんですか、本数はある程度確保できるんですか。ちょっとですね、まだ正直言ってこれ扱うかどうかちょっとまだ決まってなくて、うん、ちょっとこのテイスティングしてみてよかったらちょっと入れてみようかっていう段階なんですよ。すごく極小なんですよね在庫が、あ、うん、多分30本40本とかそれぐらいしかなくって、この動画見た人はちょっとまめに亀屋食品の EC サイト見ていただいて、出たらすぐ、すごくいいと思うんでぜひやりましょう。そうですね、うん、価格帯も、うん、そうですね、上代が5500円ですね。なんでブルネとしてはまあちょっとありえないですよね、このヴィンテージでは。両方ともですか。両方とも一緒です、はい、今回はですね、まあ、ブルネロ・ディモンタルチーノっていうのワインの、2005年と2007年、ちょっと垂直でやらせてもらって、すごくやっぱ面白かったですね。そうですね、こんなに若い方ヴィンテージがこうだ、古いヴィンテージがどうだっていうのが、うん、なんかちょっと思ってたのと違って、いい勉強になりました。その同じワイナリーってことでやっぱりこう近しい味わいのところは、うん、共通するところはやっぱりあったんですけど、うん、全然やっぱ顔は違うなっていう印象がありました、ね、顔は一緒だけど性格が違うんじゃないの。あ、そうか、顔は一緒だけど性格が違うな。グラッセ。今後もいろいろなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。そういえば佐藤さん、はい、前回の、スパークリングワインのブラインドテイスティングの動画を視聴していただいた方からの質問だったんですけど、はい、この4種類の中で一番糖度を感じるものと、あと一番ドライなものをどれかちょっと教えてくださいっていう質問があったんですけれど、どうでしょうそこら辺は。一番そうですね、残糖があるというか、まあ、フルーティーに感じたのは、まあ、こちらですかね、こちらフリッツァンテピニョレットですね。うん、これが一番なんだろう、甘いっていうわけじゃないんですけど、フルーティーで果実味があってすごい綺麗に軽く軽やかに入ってきましたよね。うん、一番辛かったっていうのは、まあ、よくお客様で辛いスパークリングちょうだいとか辛い泡ちょうだいって言われる時あると思うんですけど、全部これラルスとベラデブルンとペルリーノ全部当てはまると思います、それには。ですけど一番、どれが一番ドライだったかって言われると、このラルスじゃないかなと思いますね。ラルスとこのペルリーノはちょっとトレビアノが入ってるんですけど、はいはい、でこれがグレラですね、ビラデブンがグレラ、まあ、トレビアノが入ってるからってわけじゃないんですけど、ラルスがやっぱ一番残糖が少ないように感じましたね。そうですね、私もテイスティングした時は一番このピニョレットがやっぱりこう糖度を感じたなっていう、はい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 、ただ結構グレラに関してもこのシルバーのエチケットのこのグレラも比較的こうちょっと残糖があったなっていう印象があったんですけど、多分このグレラっていうこの品種の特徴というか、まあ、結構出てたのかなって思うんですけど。そうですね、まあこう言ったらなんですけど、ラルスとペルリーノは何だろう、すごいドライだったんですよね、うんうん、ドライでスキッとして終わっちゃうって感じなんですけど、うん、グレラは果実味があって、なんだろう、ちょっとボリュームがあるっていうんですかね、飲み応えがある、まあ、価格もちょっと差があるんであれなんですけど、その辺でちょっと差が出たのかなと思いますね、はい、やっぱ確かに果実味っていうと、うん、すごくしっくりきます、うんうんうん、ああなるほどです。じゃあ一番糖度があったのはピニョレット、はい、で、ドライだなっていうふうに感じたのはこのラルスっていうことですね。はい、分かりました、ありがとうございます。改めてご質問ありがとうございました。こういった形で今後もご質問の方ぜひください。質問の方法は各動画のコメント欄にご記入いただくか、弊社の
発注サイト、そこにコメントを記入する欄がございますので、そこからもご記入できますので、ぜひ、いただけたらと思います。今後も質問に答えていきますので、コメントお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。